どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン7、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはですね、スリーユーキさんからのリクエストありがとうございます。うぐもりあっし選手を作ってくださいというわけで頑張っていきましょう。ヤクルトの外野手頑張ってきます。オリックスからだったっけ、あ、違う、日ハムだっけ。まあでもないんですよね、うぐもり、ちょっと外野手として、頑張ってもらいたい。来年もね、ぜひ、頑張ってもらいたいと思います。とりあえず、右投げ右打ちだったよね。確認。こういうの一応調べと、右投げどうとかってね、一応調べておくんですよね。右投げ右打ちの外野手。なんというか、こう、名手のイメージ。あー、でもなー、どうなんだろう。結構パワーヒット、打ってくれるような選手を目指してほしいですね。目指して頑張っていきたい。一応パワー、じゃあ、やってみるかな？天才カードも使ってみましょう。天才と、ただ天才だと悪いことが起こりやすいので、一応ね、念のため、プロ入りカードを持っておきましょう。要は、安牌、いきます。別にビビってないし。頑張っていきましょう。まあ、なんというか、9枚持ち腐れっていうのも正直ちょっと嫌なので。いきます、ステージ1。おーい、天才。あ、いいね。天才の中でも特にいい能力だ、これは。やったやったやった。じゃあ行きましょう。じゃあここ、どんどん取っていきましょう。とりあえず、このレベル 1? ステージ1で、こう、F、E を全部消したいよね。え、E ってか F よ。F ランクを。あと、総力か。総力はでもまあ、なかなかないな。まあいいや、ちょっとここぐるっと回っちゃいましょうか。ぐるっとな。はい。で、それで、やめときましょう。ゴール。はい。前言撤回。次に回そう。行きましょう。ステージ2。さあ、よかった。いいところに来てくれますよね。こういう、総力とかね。下行こう。はい。で、選手に会いたいなと。誰だろう。井野選手。弾道アップ、弾道もう4か。早いな。さすが天才ってわけですな。いやー。まあ、回復があるから。全然回復しない。やっぱそうだ、間違いないわ。うん。やめよう。会えない。選手に会えない。ここはやめとこう。ゴール。結構体力使っちゃいましたね。ただ、ハテナ踏みすぎて、こう、プロ入りカードをなくしてしまうというね。そういうことだけは避けたいんですよ。ガンダ仕方がないか。あ、でもこれダメだ。行き止まりじゃん。うわ、となると、うわ、最悪だ。ダウン踏まざるを得ないの、これ。嫌になっちゃうよ、本当に。金縛りだけど、どうだ。あー、それなりに痛いな。おい。あ、やった、宝箱。これは取るよ。ミートがすごいことになりそうだ。これはで、金縛りが解けた。ガンダーには会えそうなんだよな。会えないか。やめとこう。宝箱、どこ？あう、取るよ。はい。パワー超人でパワーが上がる。6でしょ。ちょっと一旦じゃガンダー会えない。やめた。危ない。体力危ない。ゴール。やっぱり回復量も少ない。怖いわ、もう、そういうの。行きましょう。ステージ。あ、よし。4は結構。あんまり、あ、データがいるのは嬉しいな。パワーが上がるから会いたいですね。いや、まずは回復だろう。ノリノリ来た。おっしゃ。じゃ、まずは回復取って。はい。カレンさんはちょっと計算外だった。危ないよ。ちょっとカレンさんには、カレンさんをいじらないようにしましょう。危ないんで。おー、守備がアップ。いいじゃないですか。で、総力と。思ったより伸びないなー。で、家でデータさんに会う。パワーアップ。はい。パワーアップ。データリローもクソもないじゃないかって感じなんだけど、ゴール。なんか、まあ、ミートなら、ミートとか、守備だったらまだわかるんだけど、そのデータ理論に基づいたなんちゃらっていうのは。じゃあまず取っていきましょう。ここ、ほい。何？総力、ああ、いいじゃん。まんべんなく強くなってきた。で、これなぁ、はてな、踏みたくないんだよな、怖いから。ということは、こっちでしょうかね。ほい。もうステージ5ですから、だいぶ勝負かけていいでしょう。カレンさん、ちょっと想定外。でも大丈夫。隣パターン入った、パターン入った。うーが、止まれジェフン。止まれ、こらなんだよこういうこともあるんだね。学習しましたよ。これ、野球マンちょっと遠いんじゃないか、これ。いやー、これ、カレンさん、今は別にどっか行かなくてもいいのに。野球マンはやめましょう。これで、宝箱、いけるか ?1、2、3、4、あ、そうだ、プロ入り持ってるんだ。プロ入りカードか。あー、プロ入りがあるんだったら、じゃあ宝箱取りに行きましょうか。家で、ミート下がってくれるな。おい。肩超人で、おい。で、大丈夫だよね。プロになるよね。よし。
じゃあ、1-0と。いい選手になったね。よかった。まあ、やっぱり、天才カードは偉大ですね。よっぽどのことがない限り成功しますから。いや、助かった。やった。一瞬ね、プロリカードのね、存在を忘れてた。よくあるんですよ、僕忘れちゃうの。まあよかったですわ。よーし。はい、うぐもり完成です。結構ね、ヤクルトの主軸を担ってくれそうな、これから、そんな、匂いがありますね。ただ、特殊能力がないのは気になるかな。まあまあ、でもいい選手じゃない。だいぶ、外野手としても使いやすそうな感じですね。走力がもうちょっとあったら面白いかなっていう感じですけど。ほい、というわけでじゃあアップロードさせていただきます。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけでね、じゃあ次回の選手、次回は、気どころ、待機中だっけな、ちょっとごめんなさい。僕もうろ覚えのネタなんですけど、気どころ選手を作っていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。大勢の報道陣を前に、プロでの意気込みを語りました。いろんな変化球のコンビネーションでかわすピッチングに自信がありますとのことでした。新戦力として監督も非常に期待を寄せているようです。この後はニュースに続いて全国の天気をお伝えします。